こんにちは。着物活用生活したことばです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、こんなにたくさん可愛い羽織の紐がありましたので、それをなんとか活用したいなということでですね、ちょうど今首が寒い時期ですので、こんなに可愛いちっちゃいネックウォーマー作りました。こうですね、羽織の紐をくっつけることで、こうやって縛って留めるだけの簡単な襟巻きになっております。寸法載せておきますので、ぜひですね作ってみてください。それではどうぞ。はい、早速寸法はこちらになります。ポイントを取っていただいて、あとはですね、直線または曲線で結んでください。もう曲線自由ですね。ランダムにつないでください。はい、でこちらが、用意するものになります。なるべく首で当たる生地はですね、あったかい方がいいので、今回はですね、使わないウールのマフラーをもう切ってしまおうということで使いました。でまず型紙なんですけれども、一応ですね、紙でも作ったんですけれども、大きめのクリアファイルに型紙、それをまた載せてマジックで書いてカットして、今2枚一緒にカットしたので、それを広げてつないでおきます。まあ、1枚で取るときと2枚ですね、つなぐとき両方使えるように、このように、作っておきました。まあ、こういう柄だったらそんなに柄合わせの必要ないんですけどね。はい、今回こんな感じで作っていきます。中表で生地を合わせていきます。もう今回1枚で取れてしまうので、そのまま広げてですね、このクリアファイルを当てて、もう位置が決まったらですね、クリアファイルごとですね、3枚一緒にピンで留めていきます。そしたらカットですね。
そしたらですね、このファイルだけ外していただきまして、下の2枚をまたピンで留めておいてですね、このままもう縫っていきます。ですが、一応返し口をですね、設けて縫っていきますので、だいたいこんな感じで15センチぐらいの口を残しておいて、その他を1センチで縫っていきます。ロックミシンもかけておきます。はい、そうしたらですね、表に返してここに綿を詰めていきます。薄く平らに詰めていくのがポイントなんですけれども、今回私がですね、購入したこの綿がですね、結構細切れになっていて、ほぐさないとですね、そのなんか塊を感じてしまうので、結構ほぐしながらですね、でも周囲とですね、なじませながらっていうことで、ちょっとね、もみもみしながら入れております。そんなに塊になってない、綿でしたらもっと簡単だと思うんですけどね。はい、なんとか入りました。そして、この口ですね、ここを中に折り込んで、細かくですね、まつり縫いで縫って留めていきます。これで一応ね、胴体できました。あとは紐をつけていきます。で、この位置はですね、綿に入れた時点で首に巻いて、だいたいこの辺かなっていうところをですね、決めていただければいいと思うので、あくまで参考ですけれども、やっぱりちょっとね、巻いて重なる部分があるので、端から控えめなところについていくんですけれども、高さもですね、ちょっと変えた方がね、ちょうどいい感じもしたので、はい、左右対称ではないですね。ループになってるんですけれども、紐がそこを、縫い留めております。
もう下まで貫通させて縫っちゃって大丈夫です。はい、もう出来上がっちゃいましたね。はい、完成です。こんな感じです。中はですね、使わないウールのマフラーを利用しておりますので、すっごいあったかいです。ちょっと巻いてみますね。よで、ここ重なる部分があって、この取り付け位置はちょっとね、高さとか端からの位置が変わってくるのがポイントなんですけど、一回綿入れた時点で巻いてみてですね、取り付け位置確認してみてくださいね。よいしょ。もう、この絞りの生地にぴったりのこんな紐だったんで、すごくマッチしています。かわいい。そしてあったかいです。うん、今回もいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は短めのネックウォーマーですのでね、ちょっと生地が、かわいい生地が余ってたら羽織紐と一緒にこんな感じで作ってみてください。とってもあったかくていいです。はい。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。また見てください。ではでは。